竹里県は中華人民共和国産聖省、長寺市に位置する県。大四年間、精神は黒土県より分割設置された竹里県を前身とする。433年、北儀により合県と解消された。当時の管轄範囲は現在の二例社県及び竹里県の中東部であり、県地は現在の二例社県社上鎮に設置され、 平州上東軍の管轄とされた。617年、随朝は、合県より、二列車県を、分割、ほぼ現在の管轄範囲が確定している。東大には、加藤道館州に、遺憾、643年により路州の管轄となる。710年、武里都県と解消された。五代十国時代には、北間の半島とされた。総長が成立すると、武佐都県は、 加藤朗州の管轄とされたが、978年には、伊将軍に移管された。近代になると1128年、伊将軍は、水心州と改称。現代には、中書省、進む安史寺水心州の管轄とされた。その後秋代では、三世不正史南道水心州。新代では、三世正気安道の管轄とされた。 中華民国が成立すると1913年に賛成省直轄とされたが、北京政府時代には、冷やす道の管轄とされたが、1930年の同性廃止に伴い、賛成省直轄とされた。日中戦争中は、中国共産党により、抗日拠点が設置され1939年には、大公抗日ネスウェチ大三戦区が設置された。 1940年6月には、竹里県は、部東県及び部西県に分割され、木南大抗連合弁事ところ参戦所の管轄とされた。1945年9月、竹東ず部西両県が統合され、竹里県が設置、1949年10月に、中華人民共和国が成立すると、長寿選区の管轄とされた。 1958年11月、ニげハヤ市県が統合されたが、翌年7月に再分割されている。1985年、進む東南地区の廃止及び地球市として、長寿市の設置に伴い、竹里県も長寿市に関され現在に至っている。ありがとうございます。